ハニューのアイスショーが映画館で一大イベントに、ノットステレイタが贈る感動の物語、ハニューが贈る感動のアイスショー、ノットステレイタが3月8から10日に宮城県の積水ハイムスーパーアリーナ、グランディー21で開催されます。これは東日本大震災から13年目となる宮城での特別な開催で、ハニューが希望への思いを込めて滑ることが期待されています。 昨年に続く第二弾として行われるノットステレイタはハブさんがタイラ・マサゴリンのエキシビションで滑ったプログラムでイタリア語で満点の星を意味しますこのプログラムは地元仙台で震災に遭遇したハブさんが停電の中で見た美しい満点の星に希望を感じたことから命名されましたショーも、希望をテーマに据え観客に笑顔を届けることを目指しています日程は3月8日 金曜日、17時、9日、土曜日、16時、10日、日曜日、16時となっており、全国各地の映画館でライブビューイングも行われます。このイベントは、台湾と香港でも映画館でのライブビューイングが決定し、アジア全域のファンがハブさんの感動を共有できるようになりました。ノットステレイタはアイスショーの醍醐味は増すことなく楽しむ絶好の機会です。昨年同様、 ベテランのスケーターたちがしっとりとした演技を披露し、内村さんとの異ジャンルのコラボも期待されています。去年の開催にも一部からの批判があったものの、ハブさんが鎮魂のために今年も開催してくれることは非常に喜ばしい出来事です。もし現地が難しければ、ライブビューイングでこの素晴らしいショーを楽しんでみてください。また、今回は台湾と香港でもライブビューイングが行われることが発表されました。 このアイスショーは被災地から希望を発信する趣旨を持っており、アマチュアの時はシーズン中に開催が難しかったものの、プロ転向1年目からハブさんの念願が叶って開催されたショーです。会場前には地元からの出店もあり、まるでお祭りのような雰囲気が漂います。終演後は駅周辺の飲食店も大にぎわいとなり、地元経済にも大きな効果をもたらしています。昨年のメンバーに加え、 ハビエルさんや大地マーさんとのコラボも楽しみにされているようです。ハブさんのショーは地元だけでなく、全国各地やアジアで多くのファンに支持されており、その経済効果も顕著です。先日の佐賀公演では4億円以上の経済効果があったと言われており、今年も同様の効果が期待されます。ハブくんの宮城でのショーは、日本全国と台湾、香港のアジアの映画館でのライブビューイングもあるとのこと。 三日間ともに開催されるという凄さに加え、その魅力を多くの方々に知ってもらう機会が増えますね。実際、ハブ君のアイスショーは現地のチケットが取れなくても映画館でライブビューイングが行われることが定番となっています。アジアのファンもこの機会に喜んでいることでしょう。中国本土でも開催できればよかったですが、政治的な事情が難しいようです。しかし、 ハブさんのショーは国際的に大きな注目を集めており、いつかは実現することを願っています。このアイスショーは震災から10年経っても、地元の振興や支援の一環として行われています。ショーだけでなく、宮城の美味しい食べ物や観光、宿泊なども楽しみにされているようです。また、地元に足を運べない方々のためにも、ライブビューイングが用意されています。ひどいコメントもあるかもしれませんが、 地元の方々が力を合わせてお店を出展している姿も見受けられ、イベント全体を通して楽しむことができるでしょう。感動のショーに加え、3日間全公演のライブビューイングも嬉しい発表です。このショーが開催されることで、多くのファンがハブさんの素晴らしさに触れることができます。ライブビューイングでは大画面でコラボや美しい演技が堪能できるでしょう。もちろん、地元での観戦が難しい場合でも、 映画館でのライブビューイングでその感動を共有できます。また、ファンの方々のコメントからは、ハブさんへの熱い思いや彼の賞にかける期待が伝わってきます。チケットが取れた方は、地元や周辺地域での観光を楽しむ計画を立てているようで、震災の時間に黙祷するなど、ハブさんのメッセージを胸に感じながら参加される予定のようです。最後に、ハブさんの健康と活動の成功を祈りつつ、 彼の独自の魅力を再発見できる賞に期待しましょう。